12月18日、私とある王家、最後の25歳です。最後の25歳のご飯を締めくくるのはもちろん、王将マニアの私は王将です。そして、いつもの堺浜寺店の、このいつものチャーハンセットです。もう安定ですね。スピードも安定に速かったです。5分以内です。そしてこのカニ玉追加です。はい、餃子の王将です。で、今回は餃子よく焼きにしてみました。こんな感じで結構カリカリで出てくるんですね。はい、いただきます。あ、もうパリパリですね。よく焼きもいいですね。はい、安定のジューシーさです。そして、追加の酢豚頼みました。もう、やっぱ美味しいです。安定です。はい、翌日12月19日、26歳です。一発目の夜ご飯。一発目なので、1号店の王将、自称大宮店。ここ、王将1号店です。はい、行きましょう。1号店です。記念すべき1号店です。そして、もちろん頼むのは、いつものこの、チャーハンセットです。チャーハン、いい感じですね。この色、ツヤ、良さそうです。ただ、ちょっと湯気が立っていません。心配です。まあでも、すべて美味しそうです。酢豚もちょっとハマってるんで食べました。はい、餃子行ってみましょう。焼き色いいですね。はい、いただきます。焼き心地はいいです。がちょっとぬるい感じがします。あったかいんですけどね。はい、ごちそうさまでした。ここは餃子の王将1号店、市場大宮店です。はい、ってことで、餃子の王将、市場大宮店、餃子の王将としての第1号店です。まあね、はるばる、大阪から京都までやってきましたよ。で、まあ点数は、80点です。まあ、なんと、堺浜店よりちょっと低いぐらいっていう点数でした。なぜかというと、ちょっとぬるかったんですよね。熱々とまではいかなかったんですよね。味はまあもうね、すごくバランス取れてて美味しいんですけど、おそらくね、これは、ぬるいのには理由があると思うんですよ。それは店の構造だと思います。普通の王将の店舗は、平面、なんですけど、ここの市場大宮店の王将は、まあ、2階建て構造の、僕今日2階の席だったんですけども、おそらく下が厨房なので、下で作って上に運んでくる。で、その間に、まあ、料理ができたとして、まあ、多分、テーブルに来るまでの間に遅延があると思うんですよね。その間に多分ご飯冷めちゃってたのかなっていう予想です。で、それでまあ、他の店舗と比べて、ちょっとまあ、熱々とまではいかない。あったかいなーぐらいで、ちょっとまあ残念だったなーって感じですね。味自体はチャーハンすごく美味しくて、バランス、もう味のバランス最高でしたよ。濃すぎず薄すぎず、しっかりまあ味はついてて、んでパラパラ。で、餃子もパリってしていて、なんていうんですか、熱々とまではいかないんですけど、あったかいなーぐらいで、ニンニクもしっかり効いていて、で、卵入れつけじゃなくて、今日はカニ玉頼んだんですけど、カニ玉の卵のふわふわな感じ良かったです。で、今日酢豚食べたんで酢豚頼んだんですけど、まあ、酢豚もね、あったかかった、もう熱々だったら良かったんですよね、本当に。まあ、そんな感じですね。まあ、本店、王将マニアとしてね、1号店は行っとかないといけないと思ったんで行きました。それでは、また王将で会いましょう。さよなら。